理学療法士 YouTuber が NNK をぶっ壊すはいちょっとなんかのパクリですけれども始めたいと思いますえー、NNK というねいう言葉なんですよこれはやっぱりね日本の高齢者介護の中では非常にこれからトピックになってくる話題だと思いますねえー、NNK 初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけれども実はですねこの PPK と つい、えー、になって使われる言葉なんですね。PPK、えー、ピンピンコロリと言われます。皆さん聞いたことあると思います。えー、亡くなる前日までずっと元気で、えー、最後ね古典と亡くなられるあのー、大王女のことですね。はい。それと引き換え。 NNK なんですね年々コロリですねえー、まあずっと病に伏せて長いこと介護を受けて、えー、最後、まあ、亡くなられるまでね非常に10年以上の介護を受けるようなことを年々コロリと言います。はい、でもちろんねこれ不可抗力になって、えー、なっている方をね、えー、どうこう言うわけではないんですけれども、えー、これが我々の、えー、死生観とか あやはり医療に対する、うんまあ、誤解のようなものから生まれていたらですね、えー、この NNK というのはですねかけけれれるののであれば避けたいいものだと、えー、私は考えていますベストセラーで「見る力」という本を読んだんですけれども、えー、阿川佐和子さんのね、えーまあ、自分のお,お父さんをね看、えーまあ、取った時のことを、えー、その時の主治医の先生 えー、大塚信夫先生とまあ対談されているという非常に面白い本なんですね。はい。でここから非常にまあ司座に富んだお話があったので、えー、今日は共有したいと思います。大塚先生という先生はですね、えー、まあ1942年生まれです。でこの時多分対談の時に75歳ぐらいだったと思うんですね。えー、読売ランド経由病院の まあ、院長先生、えーまあ、この先生がですね、まあ、阿川佐和子さんのお父さんのひ,ひろゆきさんというね非常に面白い本を書く作家さん直木賞作家のお父さんだったんですけれども、えー、最後ね誤え性肺炎でね、えー、入院をされていたと。 いうことだったんですねで病室でですねあの、まあ、好きなものをね食べていいというね、えー、病院の方針だったんですね、えー、なんと病室に電子レンジを持ち込んで熱燗をして飲まれましたねでコンロを持ち込んでね、えー、すき焼きをしてねこの娘の沢和子さんと食べておられたりとか出前を取ったりとかされてるんですね。はい、でこのの大塚先生の、えー、言うには うーん好きなものは喉を通るだろうということなんですね、はいえー、我々も介護現場でですね本当だったらご縁があって、えー、食事制限があるような方でもね、えー、ちょっと目を離したきにパクッとエビの天ぷら食べてたっていうようなことがですねありましたね。 でそれはですね何もむせがなくスルっとの飲み込めてですね、えー、美味しそうな顔をされていると、まあ、介護現場では皆さん経験してるんじゃないかなと思うことなんですね好きなものは喉を通っていいくということですねでこれをやはりですねあのー、まあ、大切にされてる病院だったんですねはい。 これはやはりですねあのその人その人の姿勢感とかにもやはり関わる問題だなぁと思うんですねでこの大塚先生が言うんですけれども、えー、欧米ではねあのー、食べられなくなったらですねくだから栄養は入れないということなんですねまあそうですよねくだから栄養を入れずにまあ 亡くなられるのを最後まあ見届けるっていうようなケアをされます。で、もちろんですね、食べれる間は一生懸命と食べれるための介護がなされます、えー。食事の形態ね、一口サイズのもの、ペースト状のもの、えー、とろみのついたものね、食事の形態をいろいろ試したりとか。 あるいは介護ですね、えー、口まで運べないのであれば、えー、スプーンで食事の介護をするというところまでは一生懸命すると、うん、ただそれをですねその方がまああの飲み込めないという状況になったらですねそれはまあ人が、えー、死の準備をし始めたんだと捉えるんですね。はい で人というのは最後食べれなくなって、えー、1週間から10日ぐらいかけて餓死して亡くなっていくと、えー、これは別にですね餓死というのがまあ悲惨な意味ではなくて、えー、人がまあ あ最後亡くなっていく過程として当たり前の過程であるという、まあ、こういう考え方なんですけれども、えー、日本はやはり違いますねこのような状態をですすねスパゲッティ症候群と呼ばれます、えー、日本はですね栄養が取れなくなってもですね、えー、医療の高度に進んだ医療で栄養は取らせることができるんですね。 えーまあ、中心静脈栄養とか点滴、えー、であるとか、えー、鼻腔栄養であるとか胃ろであるとか、えー、そうですねあこのようにもう管だらけになっていくということなんですね。で栄養だけは取れますので、えー、ずっと生かされてる状態が何年も何年も続いていくと。 いうことがあり得ますね日本ではですね医療増設者が56万人いて、えー、毎年10万人ずつ増えているというですね2013年の論文を見つけたんですけれどもということはですねこのペースでいってるとまあ今は100万人は優に超えていると,ということが推計できますねはいえー、本当にそれでいいんでしょうかもちろんですね 何らかのの病気の発症で、えー、栄養が取れなくなくったとそこを、まあ、あチューブで補充しておいて、えー、その病気が回復とともに、まあ、口から食べれるようになったという人も当然いらっしゃいますので、えー、これの全てを否定するというわけではないんですけれどももしですね体が死の準備をし始めたという時にですね外からの栄養で生かされ続けているという状態はですね、えー、欧米ではこれはもうかわいそうな状態だと。 いうふうふに解釈されてますね、はいえー、これを、まあ、我々日本人は死生観をどう持つのかあということは問われるんじゃないかなと思うんですね、えー、高度医療はどんどん進むので人を生かし続けることはできるでしょうと、えー、ただ人は、えー、じゃあ死ねなくなってしまうじゃないかとね、えー、人の死というものをみんなで、まあ、もう一度自然な死というものは何なのか ととといいいいいううのは考えないといけなななけんんじゃないかなと思うんですねでこの大塚先生なんですけれども、えー、やはりその家族の迷いに寄り添って、えーまあ、そうやって生き続けられる医療もありますと、えー、ただ自分,自分の親がその状態だったら選びませんけどねとか、えー、もし自分だったら選ばないですけどねということを、まあ、申し添えると。 いうことを言われてるんですね、はい、家族は非常に不安だと思うんですね、えー、一人の方に責任が乗っかってきますので例えば、えー、遠く離れた兄弟からですね、えー、なぜ自分の親を死なせたんだっていうようなあことが後で起こ,り起こる可能性もあるということがありますので、まあ、家族ももちろん医師ももちろんみんなでですね、えー 信頼関係を築くということが、まあ、本人さんが元気なうちからですね、えー、本人さんの意思疎通ができるうちからしておくということも非常に大事じゃないかなと思うんですね。ですので NNK をぶっ壊すためにはですねまとめますと死生観をしっかりと持ちましょうということですね。 はいこれは正解は一つではないと思うんですけれども、えー、自分だったらどうか家族だったらどうかというのをですね、えー、普段からまあ一緒に話し合えるような関係づくりというのは非常に大事かなと思います、えー、もう一つはですね普段からそのま医、あ、師との関係づくりね、えー、そういうあの大塚先生のようなお医者さんもねどんどん増えてほしいなというのを私は思っておりますはいあとですねやはりまあ生を楽しむ ねえー、好きなもんだったら喉を通る、ね、これは我々介護現場でとても経験していることですので、えー、好きなものをしっかりと食べる、ねえー、そういう生を楽しむからこその、えー、厳かな死という時期があるんだと思いますので、えー、我々介護現場でもですね生を楽しむ、えー、そういう毎日の生活づくりというのは、えー、頑張ってやっていきたいなと思います。 思っております。はい、えー、ぜひこの問題ですね、皆さんで一緒に考えましょう。今日は以上です。ありがとうございました。